医者裁判で判決を受けるヘルタ・オーバーホイザーヘルタ・オーバーホイザーはナチスドイツの女性医師。1940年から1943年にかけてラーフェンスブリュック強制収容所の医官を務めた。ボンヤ・デュッセルドルフで医学を学ぶ。1935年にドイツ女子同盟に加入。1937年に国家社会主義ドイツ労働者等に入党。 1940年から1943年にかけて女性用の強制収容所ラーフェンスブリュック強制収容所で収容所医師として働き同収容所で行われたカール・ゲプハルトの女性への人体実験に際して女子として働いた彼女が関与した人体実験の被害者は86人に及びそのうち74人はポーランド政治犯の助手であった また健康な子供たちを対象に手足や臓器を切り取り、その後、エビパン注射で殺害する実験にも関与。1943年以降、デプハルトが委員長をしている、法変力変病院に転属した。戦後、ニュルンベルク継続裁判の医者裁判にかけられた。裁判の中で唯一の女性被告であった。20年の懲役刑に処された。 しかし1952年4月に釈放された。その後また医師をしていたが、1956年にラーフェンスブリュック強制収容所の生存者に発見されて問題となり、1958年には医師免許を剥奪された。1978年にリンツアムラインで死去。ありがとうございます。